はいどうもピューキングです。今日はですねみんなでバトルやっていくんですけど、最近ねよくこのミンバテじゃねみんなでバトルみたいな、このみんなでバトルをですね遊んでいく上で、まあ、バトル職人で誰が一番強いのかっていうね、ちょっとそれを見たかったんですよ。でバトル職人今一番ね強い人って8000やべえこの人、なんか桁違うやんねでイクラ D、 やっぱイクラ D さんいるのか。でケンタッキーさんもこの前当たりましたけど、まあいたね。でこのトップ10の人に当たろう。今日トップ10の人に当たるあれでいこう。うわめっちゃ可愛いねこの人エルナちゃんって。まあこの子はね個人的になんかね遊びたいよねやばいねなんかいろいろとやばいな。やっぱそうそう当たらんねあの7000台の人って。いやまあ分かってたよ、そうそう当たるもんじゃないってレート7000。うわっ待って、いやどうしようこれ。いやしかもバールちゃんじゃん。鏡だね。今絶対上のモンスターに気づいてたでしょ、あのバウルっていう方。多分僕が気づかないって思ってあの左に避けてくれたんでしょうね。気づいてませんでした正直。マジで右に行けると思って行こうとねしてたんですけど、もう一回当たりたいなあのバウルちゃん。めっちゃいいねバウルちゃん、もう好きだわ。バネ飛ぶブンブンのお出まし、いやお出ましはちょっとね赤隊がお出ましてほしいんですけどね、まあ、ブンブンとかいいからちょっと待って上行こう。まあブンブン、あ待ってこれキノコ欲しいね。待ってルイジごめんうわーキノピコ邪魔くせー、待ってキノピコ邪魔くせー。ちょ、オッケーでここ抜けていきます。うわキノコほんと欲しいな。お中間ポイントゲットだナイスルイージ、ナイスすぎるルイージ。取っていいよ。オッケーでこのままジャンプしていこう。あルイージ、多分この人いい人、ほらうわおいルイージ誰ストプリラブ。いやそんなあなたストプリを愛す資格ありませんそんな人はストプリを愛す資格ありません。ちょっとどいてください、待って、ちょどいてください、そこをどいてください。ちょ、よし来た。いやこれルイージ欲しいでしょ。うわバカめ取れなかったなルイージ、当てよルイージに当てます。おりゃ最低ゲスキング来ました。でこのままじゃんオッケー。いやちょ待ってルイージオッケーこれは勝ったんじゃないんですかね。なるほどバネとブンブンってそういうことか、これは多分勝ったよこれ。オッケーバネ持っていこうね、ちょっとバネ持っていきますね。でこのままこのドアに入って、でこのドアのところにねバネ置きますよしよしよし、これでゴールできました。オール SML キャラクター、オッケー取った、来ました。でここで走っていこう。待ってちょさてこれはクリボーマジ危ないよ、気をつけな、こういうとこ。まあビビってね一番。あプロペラ来た、これ熱いね。このプロペラを取っていきます。でブンブン抜けていこう。オッケーちょっと待って、これはなるほどね、これさプロペラ取ってった方がいいかもしんないね。プロペラ取っていこうね、プロペラ取っていきます。オッケーでプロペラ取ってった方があれワンチャンある。オッケーもしミスった時プロペラがねなんかしてくれるかもしんない。何回やり直すんだろうこれ、何回やり直すんだろうね。うわーもう一回取っていこう。いや今ねマジで R ボタンしたつもりなんですよ。オッケー、いや来たよ、ルイージもワンチャン狙ってるねきっと。でどの辺だったっけルイージ、次は失敗しない、これでいく。よしここの辺、これ多分この辺。あなんかもたれてるけど、わあ何も見てなかったな。誰ルイージ、バールさん。またバールさんですか、優しいやっぱこの人神だね。ほらもう常にね絶対離さないもん。で、どこまで連れてってくれるんだろう。うわっ待って、ほんと見てなかったマジでこの人。うわこれは一緒に行こうね、一緒に行きましょう。あ待って、この人は蹴散らそう、この人は。うわー待ってマリオがまずい、これはまずいな。いやちょマリ
じゃあ僕もスタートからやり直します。バールスタインがやり直すんだったら僕スタートからやり直します。で、僕も猫取っていこう。ちょっとね、逆に迷惑かけてる感がある。で、そんな感じしない？で、ここ上入っていこうか。そして右、うわ、マジこれちょっとマジいね。で、ここで3つ目ゲットみたいな感じか。なるほど。ここで、あのバールさんにね、あのお返ししたいね。ゴールというお返しをしたい、僕は。どこ？バールさんどこいるの？いた！よし、オッケー。うわー、マジか、当たってしまったな。先行っていいよ、はい、オッケー。そしてね、オッケー。いや、行け、そのまま行ってくれ、頼む、奪われないで。よし、マリオはもう落ちたね。そして僕も落ちたね。うわー、大丈夫、行ってくれるかな。で、ここで僕これ取っていこう。で、右ジャンプ、オッケー。うわ、うわ、待って、なんで、下手くそすぎ、待って、マジ下手くそすぎ。あの、猫取っていこう。ね、きっちり猫取っていこう。何やってんの。よっしゃ。トラブルサムトーナメント、いや、めっちゃ楽しそう。このコースは楽しいよ、きっと。トーナメントでしょ、負けるわけにはいかないね。もう福岡代表ですからね、僕。よろしくお願いします。オッケーオッケー。で、ジャンプ、うわ、うわ、弟といい勝負。うわ、負けそう。これはこう、うまい、うますぎ。よし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 。うわ、これは勝てるよ。はい、かっ、よし、これはうますぎた。これはもう1位でしょ。あ、なるほどね、キノピオ勝負だね。大トロさん、うまそうだね。大トロさん、僕昨日寿司食べたばっかですけど、大トロさんいいね。さあ、次は大トロさんだね。これどんどん降りていく感じ。よろしくお願いします。こっから右、オッケーで、左、いや、これ難しそう。はい、うーっい、うーい、オッケー。いや、いい勝負、これ結構互角ってない今。いや、で、鍵取った人の勝ち。オッケーで、右、うわ、ちょっと、いや、鍵取って一回戻らないけんね。うわははは。いや、これはちょちょ、やべ、これは負けそう。ほ、オッケーで、鍵入った人の勝ち。うわ、入られた、マジか。やっぱ大トロだね、僕は中トロぐらいだったね、きっと。よろしく、みんなよろしくね。負けました、大トロに。多分みんな小トロぐらいかな。じゃあゴールしよっか。大トロ？え、どうしたの？それはもしかして、優しい。これでみんな大トロ。さて、ファイヤーマリオのままゴールか。とりあえずこのファイヤー取りたいね。取っての、オッケー。ここになんかある。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。